スニータ・ウィリアムズは、アメリカ海軍の軍人、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。第14次長期滞在及び第15次長期滞在で、国際宇宙ステーションに滞在した。女性としては、世界最長の宇宙滞在195日という、記録を持っている。ザ・コルベア・レポーに出演し、ノード3の名前を発表する役目に選ばれた。オハイオ州ユークリッドで、 有名な神経解剖学者のディパク・パンドヤとボニー・パンドヤの娘として生まれた。両親は現在、マサチューセッツ州ファルマスに住んでいる。父方のルーツはインドのグジャラート州に遡り、彼女は父の家族を訪ねてインドを訪れたこともある。母親はスロベニア人の家系である。ウィリアムズはミッチェル・ウィリアムズと結婚しており、二人とも仕事を。 初めてすぐヘリコプターに乗っている。趣味はランニング、水泳、自転車、トライアスロン、ウィンドサーフィン、スノーボード、ハンティング等である。またボストンレッドソックスの熱狂的なファンであり、ゴービーという名前のジャック・ラッセル・テリアを飼っている。ウィリアムズはマサチューセッツ州ニーダムのニーダム高校を1983年に卒業した。 1987年に海軍兵学校で物質科学の学位を取り、1995年にフロリダ工科大学で技術管理の修士号を取得した。ウィリアムズは1987年5月に海軍兵学校から将尉としてアメリカ海軍に従軍するという命令を受けた。1989年に海軍飛行士に指名され、1993年に 海軍テストパイロット学校を卒業した。ウィリアムズは1998年6月にアメリカ航空宇宙局に選ばれ、同年8月から基礎訓練を開始した。この基礎訓練では、洋上や荒野でのサバイバル技術の習得のほか、科学や技術的な説明を受けたり、身体訓練 T-38 での飛行訓練に備えた地上での訓練等が行われた。 彼女はキャサリン・シー・ソーントンが有していた3回の宇宙遊泳による船外活動時間記録を上回り女性の宇宙遊泳時間の当時の記録を作った。この記録は後にペギー・ウィットソンに更新された。基礎訓練と評価を終えると、ウィリアムズはモスクワのロシア連邦宇宙局で国際宇宙ステーション関係の業務に携わった。第一次長期滞在クルーが帰還すると、 彼女はロボティクス部門でカナダアームニとデクスターに関する作業を担当した。また2002年5月には海底で9日間生活するネーモニミッションに参加した。2008年4月、ウィリアムズは NASA のアストロノートオフィスの副室長になった。他の宇宙飛行士たちと同様に、ウィリアムズも2001年にアマチュア無線の資格を取っており、 2001年8月13日に連邦通信委員会から KD5PLB というコールサインを与えられた。彼女は ISS 内にある2つのアマチュア無線局のうち1つを使って学生たちと交信を行った。ウィリアムズはスペースシャトルディスカバリー STS-116 に乗って ISS を訪れ第14次長期滞在に合流した。 2007年4月にはロシアのメンバーが入れ替わり、第15次長期滞在となった。彼女は ISS に、個人的にバガバットギーターのコピー、小さなガネーシャの像、サモサを持ち込んだ。ディスカバリーに登場後、彼女は自分のポニーテールをアメリカの慈善団体、 ロックス・オブ・ラブに寄贈することにし、ISS 上で同僚の女性宇宙飛行士、ジョアン・ヒギン・ボーサムが彼女の髪を切り、STS-116 で地球に持ち帰った。ウィリアムズは、STS-116 ミッションの8日目に、初めての宇宙遊泳を行った。2007年の1月31日、2月4日、2月9日に、マイケル・ロペズ・アレグリアと共に3回の宇宙遊泳を、 成功させた。そのうちの1回では、カメラの命綱の固定部が外れ、ウィリアムズが反応する前に、宇宙空間に飛んでいってしまった。彼女は2007年の1月から2月にかけて、9日間で3回の宇宙遊泳を行い、この最後の4回目の宇宙遊泳で、合計時間は29時間17分に達し、キャスリン・シーソーントンを抜いて、女性としての当時の最長記録となった。 2007年12月18日、第16次長期滞在の4回目の宇宙遊泳で、ペギー・ウィットソンの宇宙遊泳時間が合計32時間36分に達し、ウィリアムズの記録を抜いた。2007年3月初め、スパイシーな食べ物が欲しいという彼女の要求に応え、プログレス補給船から、ワサビのチューブを受け取った。一気圧で詰められたチューブを開けると、ゲル状の物質は、 気圧の低い ISS 船内に飛び散った。2007年4月16日、彼女は宇宙から初めてマラソンに参加した。彼女は4時間24分で2007年のボストンマラソンを完走した。他の乗組員は彼女を応援し、レースの間にオレンジを手渡したと伝えられている。ウィリアムズの妹のディナ・パンドヤワと同僚の宇宙飛行士のカレン・エルニーベリは、 地上でマラソンを走り、ウィリアムズは地上管制センターから彼女らの情報を入手できた。2008年、ウィリアムズは再び、今度は地上でボストンマラソンに参加した。2007年4月26日の決定で、彼女は STS-117 でアトランティスに乗って地球に帰ってくることが決まった。彼女はマイケル・ロペズ・アレグリアが更新して間もない、一回の 宇宙飛行による宇宙滞在のアメリカ記録を破ることはできなかったが、女性の1回の宇宙飛行による宇宙滞在記録は更新した。ウィリアムズは STS-117 の会議の便に乗って2007年6月22日に地球に帰還した。ディスカバリーは3時49分にエドワーズ空軍基地に着陸し、195日の宇宙滞在を終えて家に戻った。 24時間で3度帰還を試みたものの、ケネディ宇宙センターの天候が回復しなかったため、ミッションマネージャーたちは、着陸地点を、モハーベ砂漠のエドワーズ空軍基地に変更せざるを得なかった。スペースシャトルが着陸して、すぐにウィリアムズと6人の乗組員が姿を現すと、NASA の管制員は、お帰りなさい、そして素晴らしいミッションをおめでとうと言って祝福した。ミッション終了後、 四十一歳のスニータは ABC テレビの今週の人物に選ばれた。彼女は長い髪の毛を切って寄付し、闘病生活で髪を失って苦しんでいる人々を助けることができたと説明した。二千七年九月、ウィリアムズはインドを訪れた。彼女はマハトマガンディが九百十五年に反乱を起こした総員であるサーバルマティ・アーシュラムと祖先の出自であるグジャラート州。 ジューラーさんの村を訪れた。また彼女は、ワールド・グジャラチ・ソサイティから、インド国籍を持たない人物としては初めてサーダー、ビラーブバイ・パテル・ビシュはプロティバ・アワードを受賞した。おいの誕生日には、いとこの家にも行った。2007年10月4日には、アメリカ大使館の学校で講演を行い、大統領官邸で、インドの大統領のプラティバ・パテルと面会した。ありがとうございます。